皆さんこんにちは、江藤英です。ご無沙汰してます。皆さんお元気でしたか？江藤英の独り言、今日は、ね、久しぶりに撮影をすることにしました。今日は私愛知県の知多市ふるさと観光大使という、ね、ものをやらせていただいているんですけども、定期的に知多市の特産物を送っていただくんですね。本当にありがたいんですけども、昨日じゃない、今日なんとすごいのが届いたので紹介したいと思います。じゃーん、見てください、すごいでしょこれ。大きなジャンボ椎茸の、すごい、ほら顔ぐらいの大きさがあるの。すごくね、高級品です。ありがとうございます。紹介しましょうか。ちゃんとね、椎茸屋平松さんのパンフレットがあるので読みます。極み原木生椎茸というものです。直径10センチ以上口が回ってない、厚さ3センチもある。これ本当に前もね、何度か送っていただいたんですけど、焼いてもステーキにしても美味しいし、鍋とかに入れてももちろん美味しいし、とにかくもうね、すごい肉厚なの。もうこれ1個だけで本当に立派なおかずになるんで、ありがたいです。これね、老舗料理などにおろすため市販ではめったに出会えませんの。椎茸屋平松のプレミアム椎茸です。いや、こんな貴重なもの本当にありがとうございます。観光大使の特権ですね。感謝感謝。あと前回送っていただいたの、これもね紹介 しようと思ってね、撮っときました。じゃーん、これ皆さん知っている、知多といえばサントリー知多、これがですね、知多蒸留所で、言えてない、蒸留所で作られたウイスキーで、グレーン原酒のみで構成された、軽やかな味わいとほのかな甘い香りが特徴。まあ、皆さんご存知ですよね。ハイボールにするとね、すごい美味しいです。いつかサントリー知多の CM ができたらいいなってちょっと企んでます。よろしくお願いしますはい、ありがとうございます。これすごい人気で、みんなにね、ちょうだいちょうだいって言われるんですけど、これ大切にね、お世話になった方とかに送らせていただいてます。あとこれも椎茸屋平松さんの出しているパスタソース、これもねすごい椎茸が濃厚でめちゃめちゃ美味しいんです。トマトソースパスタ、はい、ありがとうございます。これはそうね、はい。あと知多市といえばエビせんべい有名なんですけど、こちらが株式会社カナンドーさんの浜だよりという、しっかりしたエビの風味が持ち味のエビせんべいです。5種類の味をお楽しみくださいって書いてありますね。これ私おせんべいで一番好きなのが、このザラメがついたエビせんべいとか、私すごい甘党なので、ザラメ好きのせんべいが好きなんですよ。これでもね、全部美味しいです。エビせんべいね、やっぱりなんでこんな美味しいんだろうね、エビせんべい。私もエビカニが大好きなんで、せんべいで一番エビせんべいが好きです。あとこちらがですね、手ぬぐい、可愛い手ぬぐい入ってました。知多木綿手ぬぐい、有限会社竹内宏商店さんの手ぬぐいです。知多木綿の柔らかな風合いが特徴の手ぬぐいです。知多木綿のふるさと岡田のアンテナショップ478で販売しているそうです。
478って、あの千田市の郵便番号だ。478の何年ってこう書いてた記憶がある、そういうアンテナショップがあるんですね。ちょっと開いてみます。私あの手ぬぐいすごい好きで、好きな人多いですよね。いろいろ用途があるんだけど、私はね、あのあれです、舞台でこう鏡前、化粧するときに鏡前があるんですけど、下が汚れないようにみんなこうなんか引いとくんですけどね、手ぬぐいを、可愛い手ぬぐいいっぱい持ってるんで、それで引いて使います。見てこれすごい可愛い色合いがね、これねいいよね、味わいがあってね、手ぬぐいのこう色合いって好きなんですよね。すごいこう布巾にしても吸い取りがいいしね、あとこう頭とかに巻いていろいろね作業してました。ありがとうございます。はい、じゃあ特産品の紹介は以上です。ありがとうございます。千田市長、宮島市長さん、ありがとうございます。いつもお世話になってます。で、一つあのお知らせがありまして、3月6日に通り池の梅祭りがあるんですけど、それでね、あの予定だと私あのライブイベントに参加する予定だったんですけども、まあ、今こういうご時世でまん延防止が3月6日まで伸びちゃったんですね。なので残念ながら中止になってしまいました。楽しみにしていた、していててくれた皆さん、どうもごめんなさい。今度また来年夏祭りか梅祭りでまたライブができるといいなと思っています。はい、じゃあ短いんですけど、今日はあのね、椎茸や平松さんのジャンボ椎茸を紹介したかったので、急遽ちょっとね家で撮ってみました。はい、すいません、口が全然回ってないんだけど、まあ、このままいっちゃいます。はい、では今日の江戸彩の独り言は、千田市ふるさと観光大使のお仕事をさせていただきました。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。